マシコ焼きの土瓶この種の土瓶の絵は、無名の絵付け工人の手によって、火に五百個、多い時には千個も描かれたものである。民芸運動の主唱者である、龍宗義は、芸術家による個性の表現などではなく、無名の工人によって描かれた、ありふれた安物である、この種の絵土瓶にこそ、並々ならぬ美があるとして激賞した。マシコ焼きの上り釜マシコ焼きは、 栃木県羽賀郡益子町,町周辺を産地とする陶器。江戸時代末期、嘉永年間に日立国笠間藩で修行した大塚慶三郎が益子に釜を築いたことにより始まったとされる。益子焼の糖度は豊富にあるものの木目が荒く精巧な器を作るには向かなかったため、当初の益子焼は主に水め、火鉢、壺などの日用品として製作されていた。 その後1927年から創作活動を開始した浜田昭治によって、花器、茶器などの民芸品が作られるようになり、日本全国に知られることとなる。1959年には、鴨田昭治が開いた釜により、民芸一辺倒だった益子の作刀に現代的な独創性が加えられた。1979年には、通商産業省から伝統的工芸品に、 指定された。また、イギリスの陶芸家、バーナード・リーチなどの普及活動がある。マシコ焼き砂きの多いゴツゴツとした土の質感を持つ。材料の性質上割れやすく、重いという欠点もある。マシコ焼きの最も基本的な釉薬は、漆黒や柿と呼ばれる赤茶色、飴色を出す鉄釉である。石材粉や小鉄粉を釉薬にし、犬毛質で色付けを行うため、 重厚な色合いとぼってりとした肌触りに特徴がある。こうした昔ながらの声優は、土鍋や土瓶、片口といった肉厚な陶器に使われる。民芸運動以来、浜田が得意とした、被写がけ流しがけ書き落としの技法を使った文様を施した鉢や皿などが有名となった。他にもしがらき小流の絵付けを施した山水土瓶やゴスを使った陶器も多い。 マシコ焼釜カマ共犯センターマシコ焼の食器販売や作品展示の施設として1966年に開業したマシコ焼釜カマ共犯センターがある。1986年にはマシコ焼釜カマ共犯センター駐車場にグラスファイバー製の高さ約10メートルのポンタクンゾーンが完成した。マシコ大東キシマイゴールデンウィークと11月3日前後に マシコ大統騎士が開催され、500を超える店舗が出て賑わっている。ありがとうございます。